えー、今日のお話はですね、まあ、久しぶりに、まあ,あれです島しょ国ですね、まあ、ウクライナ関係の、まあ、動画を作ることにしました。 と、えー、いいますも、えー、岸田首相がですねあれ、ウクライナに行かれて、えー、あれですね、また支援するんだってことを、まあ、突然発表されましたよね、まあ、とそういうことがですね事前に、まあ、国民にですね、まあ、お知らせがないまま、まあまあ、勝手にああいうことされて、ですね、まあ、ロ,ロシアのいいや怒りですね、火に油を注ぐようなことされてますけれど、まあちょっと私としてはまあぜんとしましたけどですけどね。 まあ評価する人がまあ一定数いるようですけど、私はまあ全く評価しないですね。私はそういう立場の人間なんでね。で、まあ、このこと、西側メディア、まあ、日本のメディアとかは、ま、あ 当然、ですねまあ、称賛されてるんですけれど、じゃあ、これ、そのまあ、やられた側です、ね、ロシア側、どういう目でこの出来事をですね眼差しで見てるのかっていうのは、ですね非常に私にとっては興味深いことですので、もう今回はまあロシアの国営新聞ですね、こちらからそのロシア側のその、えー、意見をですねまあ紹介できればなと思います。 ではちょっと記事を読んでみましょうか。まあ、これ、本文、原文は当然、これ、ロシア国民向けに書かれてるわけですから、まあロシア語なんですよね。だからそれ、翻訳機にかけてますんで、あの日本語の文章として、ですねまあ、整合性がない、おかしい部分が多々あると思うんですけれど、まあその点はまあご了承ください。えー、これ、2023年3月23日、まあ、8時4分付けの記事ですね。えー、では、その内容を見てみましょう。 日本はウクライナの罠に陥ったって書いてますね。ロシアと2度の戦争で日本は今やウクライナの特別なグローバルパートナーです。これは冗談ではなく、岸田文雄首相のキエフ訪問の結果です。首相はインド訪問後、ワルシャワ経由でキエフに強硬行,行進を行ったが、突然の訪問はウクライナへのさらなる支援の約束。 すで、えー、に70億ドルを超え,ると超えていると、特別なグローバルパートナーシップに関する共同声明で終わった。えー、その後、えー、岸田ポーランドに戻り、ロシアによるウクライナ侵攻を一刻も早く阻止するためには、同盟国が協力を継続し、ロシアに対する厳しい制裁を維持し、積極的に物資を供給することが重要であると述べた、えー、ウクライナへの支援、えー支持えー、と述べた。 ロシアと中国との西側諸国のグローバルな対決において日本は歴史的な選択をしましたその結果は不可能ではないにしても元に戻すことは非常に困難です えー、しかし、結局のところ、日本はすでに西側の黄金の10億の一部であり、主権が制限された国家であり、えー、この黄金の10億の一部というのは、ですねこれも私知らない、まあ、熟語だったんですけど、まあ、中日ロシア大使館のこれあれあですねツイッターのアカウントページにまあ載ってますね、いわゆる黄金の10億。 によるる完全支配のモデルは不公平であるなぜえ地球の全人口のうちのこの黄金の10億がなぜ全ての人を支配し自らの行動規定を課す必要があるのかえ優位性の幻想に基づきそれは人々を1級と2級に区分けしまたそれゆえにその本質において差別的で新植民地主義的で と言えるだからまあその支配民族というのが黄金の10億に入るんでしょうね、だから日本はその支配民族のまあ一部ではあるが、主権は、えー、制限された国だというふうにロシア側は見てるんでしょうね。 多分ねまあ、これ、まあ、言ってること、会社が間違ってたら、またそれはコメントいただければなと思います。で、え防衛と安全保障、完全にえ依存していますえ、米国に完全に依存しています、彼女の順位は最初から決まっていたのではないですか、え実際のところそうではありません、米国に依存しているにもかかわらず、東京は近年、独自の自治を強化しようとしています。 ロシアとの関係を改善することに含め、近隣諸国のほとんどの関係が悪い地域で、日本がより自信を持つために必要なのは中国、北朝鮮、さらには韓国とさえ、すべてが単純なわけではありません。もちろん、モスクワとの和解の試みは主に安倍晋三首相の人柄に関係していた。しかし、一般的に2014年以降、東京は多くのヨーロッパ諸国よりもロシアへ の方向へののへ行動の自由を保持ししていました平和条約交渉は安倍首相の下でさえ、そしてウクライナでの特別作戦開始前に失速していたが、ワシントンは日本にとってのロシアの特別な重要性を考慮に入れざるを得なかったというふうに書いてますね。えー、近年2月以降、岸田政権は西側の制裁の大半に参加し、日本はロシアによって公式に非友好的な国家としてリストされています。 はい岸田はキエフへの旅行で限界まで引きずりました。彼はウクライナを訪問しなかった G7 諸国の最後の指導者であり続け、えー、広島での G7 サミットまであと2ヶ月しかなかった時にだけ到着しました。ははい日本はエネルギーにに参加せずサハリンからの非常に重要な LNG 供給を保持しています。しかし一般的にロシアとの関係は最小限に抑えられています。もちろんこれはロシアにとって不利益です。日本は多くの技術的に複雑なコンポー,ンポーネントと製品のサプライヤーでした。ただし輸出は2014年以降制限されていましたが完全ではありませんでしたが、これは日本自体にとって非常に不利益です。ロシアの 販売市場やロシアの原材料の開発への潜在的なアクセスについて話しているだけではないため、ランクの場所を選択したことで、日本は今後、数十年にわたって自由を奪われるだけではなく、ロシアと中国の対立に運命づけられている主権の回復の可能性についても。 結局のところ、世界の二極化は激化するだけであり、現在、日本がインド太平洋地域で反ロシア及び反中国の先導者としてのみ行動している場合、時間の経過と,とともに、日本は有益な関係だけでなく、その有益な関係さえも断ち切らざるを得なくなるでしょう。ロシアだけでなく中国とも、つまり彼らはヨーロッパが現在準備しているものと同じ。 道に沿って私たちを導くでしょう。日本にとっては軍事的義務も発明されます。例えば、えー、QUDA フォーマットに似たものを通じて、米国、オーストラリア、日本、インドの間の4社間パートナーシップであり、これも多分開かれた、えー、太平洋インド構想の話なんでしょうね。これまでのところ、非軍事的です。 そしてデリーがインドですね、インドはいずれにせよ、反中国軍事同盟への参加を回避することに成功した場合、東京には十分な不屈の精神、独立性、また戦略的洞察力はありませんと書いてますね。さらに、日本がアングロサクソンの反中国プロジェクトに関与すればするほど、ロシアとの関係は悪化し、 ウクライナ紛争にも参加すればするほど中国の関係は悪化します。いずれにせよ、モスクワと北京はますますグローバルなゲームを調整するようになるため、アングロサクソン自身が私たちをこれに駆り立て、ヨーロッパと太平洋の西側諸国の調整を強化しています。したがって、たとえモスクワや北京との関係を改善したいと思っても、東京はこれを行うことはできません。なぜなら、ヨーロッパでのロシアとアングロサクソンゲーム、 さらには中国やロシアとの試合で完全に縛られるからです。一般的、そして日本は最終的につかみどころのない世界覇権を握るというアングロサクソンゲームの人質となるだろう、つまり消耗品として使われる運命にあるだろう、日本の指導者はこれを理解するだろうか、悲しいかな、昨年の安倍晋三の殺害後、この可能性は最小限に思います。 今の東京では独立した考え方で、彼に匹敵する人物はいませんということで、締めくくられてますね。んまあやっぱり安倍晋三さんのまあロシア外交というのは非常にまあ大きかったんでしょうね。一時的にはまあ2国間の返還というところまで話を持っていきましたからね。ただま、あまあロシア側にしては日本に返したところで、それはアメリカ軍の基地を置かれるだけでしょっていうまあ指摘で、誤傘になっちゃいましたけどね。 ロ、まあ、シア側、これは、まあそのまあ、アングロサクソンゲームの人質になるだけだよ、消耗品として、まあ、アメリカに使い捨てにされる運命だですよっていうです、ね、うん、恐ろしい言葉で締めくくられてますね。 んですかまあこれが、まああれですね今のウクライナ問題がアジアに飛びして、アジアがですね次の戦場の舞台になるんじゃないのかというです、ね、まあ、米中対立ですよね、まあ、中国との関係が激化して、アメリカはつ持つ中国を煽りまくってますからね怒らせるように持ってって,ってるんでしょうん、これはね大変なことになると思いますよ。 まあ私の目から見たら、駐留してるアメリカ軍っていうのは満州国に駐留してた日本軍と変わらないんじゃないんですかって、えー、盲強連合とかですねえ、北京政府に駐留した日本軍と変わらないんじゃないんですかって、対立あおうって戦争を起こさせるっていうね、そういう存在でしか,でしかないんじゃないんですかっていう,うなしか目線でしか私、米軍のこと見てないんでね、うん、だそうなった場合、まあ、満州軍の代わりに日本軍、陸地がまあ消耗品で使われるんでしょうね。 もう私はもう40代ですから、戦地に行くことはないと思いますけど、もう若い人は消耗品として、まあ、あれですね、中国軍と戦うことになるかもわからないですね、まあ、ならなかったとしても、食料と燃料の供給がですね、まあ、ロシア側から断たれるということですから、まあ、岸田さんはそれが新しいし、えー、資本主義社会だというふうにまあ言われてるんでね、要するにアメリカ完全依存のまあ社会を作り直すんでしょう。 うーんまあ、だからまあ物価はこれだけ高騰してるわけですけどね、まあ、大変な貧困と飢餓ですね、まあ、これにまあ日本がこれから見舞われていくのかなと、ね、自分たちで食料を作って自給するってことはできないですしね、もう全部そのあれです、ね、アメリカの指示通りですよね、もう年次改革要望書のその次ですね、日米調和対話でしたが、ああいうふうな形で日本のすべきことっていうのはもう決められてるわけですから。 うん、だからそういう、まあ、アメリカの覇権主義のゲームとして、駒、まあ、として日本が使われて、日本人もその中のまあまあ奴隷ですわね、うん、簡単に言ったらね、まあ、ベトナムとかタイですよね、まあ、タイは一応独立国でしたけど、ね、カンボジアとか、なななみんな欧米の奴隷でしたからね、あ、まあいう扱いに、まあ、な,なっていくというか、まあ、なってますわねというか、今がね。 もう全部税金で搾取されて、こうやって戦争のあれ大化支払ってるわけでしょ、日本人飢えてるのにね、うなんで、うまあこれからまあいよいよ恐ろしい時代が来るんだなというお話でしたごご視聴ありがとうございました。